ありがとうございます。調子が教えてくれない営業のコツ。 今日は営業のしつこさと粘り強さの違いということでご答えをしていきたいなと思っております。はい。えっ、ー、と、今日はですね、ご質問をいただいておりまして、今、電話営業やってますと、で、どこまで粘ればよいですかっていうことでご質問いただきましたので、えー、そこについてお答えをさせていただきたいなと思っております。ご質問内容は、どこまで粘るかの線引きが難しいです。半、えー、ク営業なので、どんな相手であってもヒアリングをして頑張る、かなり頑張れば、えー、何かしら辞書との接点が出てくると思います。もちろん辞書のことを知ってもらう選んでほしいですが、でも辞書を選ぶことだけが正しいわけです。 わけでもないいと思いますなので割り当てられた反響からテレアポーズの中でどこまでアプローチしていくのかの判断が難しいですというご質問をいただいております。 難しいですよねこの粘り強いっていうのとしつこいっていうこの線引きっていうのがすごく難しいんですけど私の中でそのしつこいと粘り強いっていうのは何の差があるかっていうと相手にとってここころ尽きると思ってますなので相手が言葉としては今いらない不要と言ってたとしても営業というかあの自分の目線で見た時にいやそうは言ってるけど絶対うちを使った方がいいっていうよりも,も粘った方がいいと思いますし、まあ、どう考えても今うちじゃなくて他社の方がいいよな成果出てるよなみたいなことで。 でいけば、えー、と必要性感じてないというよりも必要性がないということなのでそこで頑張ってどんなに頑張って営業したところでそれはしつこいと。 いう形になってしまううとということですねなので、まあ、粘り強く頑張るっていうのは当然大事なことではあるんですけど、結局ビジネスですし、仕事なので、相手の役に立てるかどうかっていうことが一番大事なんですよね。なので、相手の役に立てるっていう確証があるのであれば頑張った方がいいですし、相手の役に立てるかどうかもわからないしい、むしろ立てないなという場合は、もう粘ったところでそただしつこいもう営業になってしまうので、まあ、そうならないような線引きを、まあ、どこで判断するのかと。 いうことでですねでそこで判断すべきこととして、えー、とまあ普通にお客さんがいろいろ話をしてくれると特に今回で言えば反響営業ということでお客さん自身が何かしらのアクションをとって営業をかけてるっていうことなので興味を何かしら持ってくれてるはずなんですよね。で、その上でどう動いていくかなんですが、まあ、当然会話が盛り上がってたりとかお客さんがこうしたいんだよねこ,うこれやりたいんだよねみたいなこと言ってくれてる場合はもう普通に営業も商談も進んでいくと思うので問題ないと思うんですが反応が悪い時き にまあ、しつこいなのか粘り強くなのかみたいなところの判断が必要になってくると。で、私が営業をしていてですね、あのこういう場面に陥ってしまったときっていうのは、一つだけ、この最後質問をするんですよ。で、その質問の回答次第で粘るか粘らないかっていう判断をしています。どういう質問かっていうと、最後に一つだけちょっと質問させていただいてもよろしいですか という質問を相手に投げる。投げるというか、まずはメッセージを投げると。で、まあ、詳細とかジャンルによって変わってくるので、いくつかトーク例としては、例えば採用関連を私が営業やってたときには、最後に一つだけ質問させてください、えっと。直近2ヶ月でエントリー数が20人増えたら、お店にとってご迷惑ですかっていう質問をするんですよね。要は、最後に質問さ、一つだけ質問させてください。ほにゃららさせてもらったら、迷惑ですか という質問を相手に投げるとで例えば採用関連でいける2ヶ月でエントリー20人増えるんだったらそれはすごく助かるよ 言ってくれれば、それができるのがうちの商材なんで、もう少しじゃあ詳しくお話しさせていただいてもいいですかってなりますし、うん、まあ20人増えたぐらいじゃもうどうしようもないしな、みたいなことを言われたりとか、いや、今エントリー増やすっていうよりは、そこじゃないんだよね、課題は、みたいなことがあれば、あわかりました、みたいな形で、まあ、次の違う提案に持っていくのか、もう一旦そこで終了にするのかは別として、まあ、そこで今自社、自社のサービス、自分が扱っているサービスで、具体的に相手に何ができるのか、どんな変化を与えられるのかっていうことをここで説明すべき。 なんですよねなので、例えば採用関連のツールとかイベントとかで、ぜひうちのイベント出てください、出てください、出てくださいって言ったところで意味はなくて、イベントに出ることによって、相手は何を得られるのか、どんな成果を得られるのかっていうことを伝えていくべきなんですよ。例えば他にマーケティング関連のツールでいけば、最後にじゃあ1つだけ質問させてください、えっと。今のマーケティングにかかっているコストを半分にできたら、お医にとってご迷惑ですか って言った時にいや今コスト半分にすることよりも,もとにかく大なとエントリー増やしたいんだよねみたいなこと言われてしまった場合でいけばああ分かりましたちょっとコスト削減のツールなんでみたいな話。 そこから粘ることって難しいですよね。ただあの、提案の内容によっては、コストを半分にできるのがあれば、今までの売凹コ,コーヒーが出せるんで、当然、まあ、応募も増えますよね、問い合わせも増えますよね、みたいなことも言えるんですけど、まあ、要はそういうふうに自社でマストでできること、ここで提供している価値としてできることに対して興味を持ってもらえるのかどうかということを確認しましょうということですよ。なので他に媒体関連の営業をしたときには、最後に一つだけご質問させてください。直近の問い合わせが10件増えたらご迷惑ですかみたいな形で、いや、10件問い合わせ今必要なくて、今はカスタマーサクセスに力を入れてるから、 みたいなことを言われれば確かに必要ないっていうことで一旦そこで商談は今回に関してはストップですけどじゃあまあ10件増えたら助かるよみたいなことを言われたらそれができるのがうちの商材なんでっていうことで、まあ、改めてもう少し詳しく話を聞いてもらえる準備ができるということですねなので今自分が扱ってる商材でお客さんが具体的に得られるものを明確に言ってあげるんですよ でそれを約束するのがうちの商材ですし、それが興味があるんだったらもう少し詳しくはねさせてくださいよっていう形で、えー、提案というかあの質問をしていく。それのアプローチができればお客さんにとって今うちの商材が必要か否かということをご判断いただけると思いますし、こっちももっと頑張るべきのか、まあ、粘るべきか否かって判断もつくと思いますので、このお客さんにも関してはもっと粘っていいのかどうしようかって悩んだ場合は、ぜひこの質問、最後の1つだけご質問させてください。ほにゃららが起こったらほにゃららさせていただいたらご迷惑ですかって質問していただいて、うちの商材の必要性 というのをお客さんに確認いただけると良いんじゃないかなと思っております。ということで、えー、今日は営業はどこまで粘れ,粘ればよいか問題ということでご質問をいただいたのでお答えさせていただきました。本日は以上です。営業チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。